皆様、新年明けましておめでとうございます。ニュー OSK 日本歌劇団の桐生朝也です。今年は弁天町 OSK カルチェラタン世界館にて定期公演の第1弾ダンディを公演させていただきます。ダンディ、そうですね、男役6名初めての挑戦です。ここにも書いてありますね。チャレンジ、まずはチャレンジです。日にちはですね、1月の22日、23日となっております。何が起こるかわからないこのダンディ、想像を膨らませてぜひ劇場の方にお越しください。お待ちいたしております。1月22日、23日の両日 OSK カルチェラタン世界館の1月の定期公演は見逃せませんよ。ニュー OSK が誇る男役6人が勢ぞろい。メンバーは桐生朝也、高城勇気、沢香凛、高野和樹、葛城ケイト、青戸純、みんな男役、すごいでしょ。テーマはその名もダンディーです。今までにない魅力をたっぷりお届けいたします。私も楽しみなんです。朝やサービス精神たっぷり、長身で華やかなマスク、そんな桐生朝也が今年の抱負を語ります。単純に思うことっていうのが良かったなって思います。今ここにいることができて、はい、迷ったりとかいろいろやっぱりあったんですけど、最終的に今思うことっていうのは、今ここにいてみんなといろいろ力を合わせてやれるっていうのが良かったって思います。良かっただけで終わるんじゃなくて、その後のやっぱり苦しみだったりとかっていうのも待ってるんですけど、でもそこにいなかったら味わえない結束だったりとか喜びとか悲しみとかいろいろあると思うんですね。自分たちで勝手にこうでなければいけないっていうふうに決めつけてる部分だったりだとか、枠を勝手にね決めたりしてたんですよ。だけどそうじゃなくて、もっと自由でいいんだとか、表現することに対して、だからまず自分たちが楽しまなかったらっていう部分だったりだとかのタガを外したとか、外さなかったら表現できないっていうことが分かった。諦めちゃダメなんだろうなっていうのをやっぱり教えていただきましたね。上級生の方、やっぱり大輝さんとかが桜タイムスって出してるんですけれども、うちでその中にね、絶対はない、絶対できないっていうことはない、やるだけやってみてダメな時もあるけど、やらないで諦めるよりもうできるだけ精一杯頑張ってみたらいいと書いてあって、家で読んで結構すぐ諦めちゃいがちなんですね。あとはやっぱりお客様に楽しんでいただける舞台作りっていうのを、チャレンジしていきたいですね。大きな夢なのかちっちゃな夢なのか分かんないんですけど、お芝居を通じてお客様に伝えれるようになりたい。その中に歌が入っていたり踊りが入っていたりっていう部分っていうのが夢ですね、私の。2005年ニュー OSK 日本歌劇団の華麗なるステージにどうぞご期待ください。この後はニュー OSK のスターたちからのプレゼントがあります。チャンネルはそのままでね。絶対はない、まずはチャレンジと色紙に書いた桐生朝也、その思いは舞台で生かされるはず。皆さんの前で輝くパワーになること間違いなしです。皆さんの熱い思いと声援が私たちのパワーになっています。 OSK カルチェラタン世界観へ私たちに会いに来てください。そして一緒に楽しんでみませんか。1月 OSK カルチェラタン世界観で
定期公演を開催します。公演日時はご覧の通りです。 UOSK 日本歌劇団が誇る男役6名が勢ぞろい。タイトルはその名の通りダンディーです。今までにない魅力たっぷりなステージをお届けします。お問い合わせはご覧のところまで。お待ちしております。ニューOSK日本歌劇団の大木誠、桐生麻也、牧名小鳥のサイン入り色紙を各1名様にプレゼントします。宛先はご覧のところまで。番組へのメッセージも書いてくださいね。お待ちしております。